もう行くって言ったけどやっぱ行かんってなった。はい、今ここ宇賀のビラー、はい、ビラビラ。今日戸口さんお休みです。静かです。だからよ、本当に静かだな。こんなに違う。黙っとこうか。だからね、今日もちょっとよ、昨日よ、飲みすぎてからよ。あ、文字で？そうそうそう、外で？そうそうそう、宜野湾市のちょっと経営者の集いがありまして。上原雅彦さんって知ってる？聞いたことない？テンポントジャパンの社長なんだけど。全然知らないですね。このピザーラの社長。へえ。県内11店舗あるわけさ。はい。そっちの社長さんと、もうこの人が超お酒好きだわけよ。ワイン飲みながらよ。ビールチェイサーにしてるからね。ちょっと痛い。で、ハイボールも好きだわけさ。ハイボール好きで。これ入ってる音、自分はじゃあ自分もハイボールっつって、あ、僕の濃いめに作ってよっつって、間違ってから普通の持ってきよったわけよ。あ、作り直しますって。あ、じゃあ追加して濃いのも持っといてっつってから、普通のハイボール飲みやから濃いのも持っけよ。飛んでるね。だけど、もう超、でも超面白くていい人だよ。那覇の人ですか？もともと那覇だったかな。でもほとんど中部宜野湾の人でも、この人すごいよ。アルバイトから社長になったんだよ。ね、ピザーラって沖縄ピザーラっていう会社があるんですか？そこをもう今統括してるのはこのテンポントジャパンがやってる。フランチャイズ？フランチャイズのやってるんだけど、もともと別の人がやってたんだけど、アルバイトで、まあ、ちょっといろいろこうあって、で彼が全部買い取って、で最初は2人で2店舗ぐらいやってたのかな。でちょっとこうもういい話もあってから、ちょっと前菜をちょっと病気でなくしてるわけで、もう夢で店舗のジャパンって10店舗って見たわけ。はいはいはい。もう10店舗はもう作るぞっつって、前の前妻との亡き妻とのこう約束みたいな感じで、まあ、結局11店舗で、それが雅ってわかる、うん、デリバリーの。あ、雅知ってますよ。雅系一緒でしょ。一緒一緒で、とんかつで、まあ、ちょっと会社別事業でやって2つ作って、もともと1個だったけど、カーブスも5店舗持ってるわけ。うん、カーブスも FC だもんね。そうそう、カーブスも5店舗持ってて、なんか全部で23店舗持ってるわけさ。もうそれも入れたら、うん、いやしが本当にもう酔っ払ってからもうすごい、もう下ネタから政治経済までもう本当にこうなんつうの、ひっち記憶なくすわけよ。あ、昨日も携帯なくしたってから、フェイスブックに載せてよ、携帯がないって言ってから。今度酔っ払ってるタイミングで呼んでもらっていいですか？いいよ。もう本当にこんな人いるんだっていうぐらいよ、優しいしさ。借用書書いて持ってって母音だけ押してるんで。いや、できるはずよ。できるでしょ。できる。上原さん、上原雅彦はね、これぐらいやるよ。もうこの人と飲んだらさ、もう早いわけよ、ピッチが。いるさ、この人がいたら飲むのが早くなるっていうの。自分も、うん、デジ早い。長時間飲めない。そうそう、もうこの人も短期決戦だから、一番遅れてきたのに一番最初に酔っ払ってたからね。わかるわかる。自分もそれ得意です。得意。もう作ってやったら怒るわけさ。もうすぐピッチャーってから。もう50後半なのに未だにピッチャーで飲むよ。ピッチャーで作ってこう、やって、いやー昨日も面白かったな。あ、もうかけてた、もう本当にもう朝死にがただってよや。ほんでタバコ吸ってたの？そう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 、うん、言うなよ、うん、いやいや言ってるし。たまえぞどこでもらったから、何どのぐらいのペースでするんですか？もう基本的にほとんど吸わない。吸わなくて、あ、もらってそのまま持ってたらじゃあ吸うかみたいな感じ。レギュラーで買わないので。でもよく吸いますね。だからね、うーん、たまーに吸いたくなる。あ、そう。一番雨の日が吸いたくなる。全然わからん。気圧の変化で。湿気があると煙がいっぱい出てて面白いよ今日。一番良くないのはこのカラッカラに腫れてる時。喉乾く？乾くし、煙が少ない。関係あるの？あるある、湿度である。湿度はなんかね、色も濃ゆくなるし、なんか絡みつく感じが面白いわけ。なんか煙を、なんかタバコっていうの煙を楽しんでるんだぞ多分。あ、じゃあもう葉巻吸った方がいいんじゃないですか？葉巻がいいかな。だって煙を巻いたら楽しむわけでしょ。うん、そう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 。タバコって完全にニコチンを楽しんでるだけじゃないですか。そう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 。でもレギュラーではないから、うん、たまに
構あの特に酒の場で吸ってたら、うん、ダーっていうタイプ。あ、酒とタバコってデージ相性いいけど、うんうん、死に回るのとか早くないですか？わかるわかるわ。昨日もさ、だから、最初酒しか飲まんけど、あの何正彦さん来たらもう飲みながら吸うわけさ。しかもバンバン吸ってバンバン飲むから、で一緒に、もらって吸ってやってるから、もうってそれもあるわす今日なんでかね、もう自分もたまにもうデージたまに年に1回あるかないかぐらいだけど、死に頑張りで飲んでる時にもう周りみんなするから、うんうん、だ1回貸してみつって、もう1回っすよ本当に、一回吸うじゃないですかもうクラクラってするのと、もうクラクラってするのと、よ、酔いがドーンドーンってきてから、わかりやすいぞ、これ死にやばいやつさみたいな。本当にドーンドーンだよね、うねるよね、もう頭が回る。しかも本当になんていうのかな、こう360度回転みたいな、もうどこの方向にでも回転してるよみたいな感じで、うーん、死にやばいっすよねだからあんま頑張りはしない方がいいよ、普段やってない人がよ。で今ほら電子タバコとか前あったさ、あ今はアイコスなんかあるよね、電子タバコとなんかこう、はい、煙が出ないのやつでしょ。そうそう、副流煙がそうそう全部ないみたいな感じ で、あれはなんかタールがないかなんかで、タールがないんだったかな、うんうんうん、でニコチンしか入ってないみたいな感じで、これだったら全然クラクラしないはずよって言ってそれ知ったけど、うん、ダメやっぱしたんだデージクラクラ、多分煙がダメなんだぞ。まあ、合わないんだぞね、うん、昔吸ってたってよかった、昔から吸ってない。いや吸ってましたよ。あ吸ってた、うん、その時は大丈夫だったのに。その時は大丈夫だったけど、あでも本当に昔吸ってた時も好き好んで吸ってないから、うん、酒飲む時だけ吸ってたとか、家では全く吸わないし、人と会わなければ吸わないみたいな。もう一つの煙はいっぱい吸ってたけど。なんでもう一つの、なんでなんかもう一つの煙ってもう言えへんやつやし。そうそうP の方ね。P の方ね。なるほどね。ヤシがよ、うん、スピリチュアルおじさんよ本当に。こんなにこう静かな日があっていいね。ああ、たまにはいいんじゃないですか。ね、まったりものんびり今日やろうね。俺、あんた途中寝るけど起こせよ。あ、先週細原さんが、あもう今日のラジオ超ためになるって言ってたけど、なんかそのいい話したの先週。先週。もう覚えてないか。先週何だった？忘れた？細原さんがもう今日超勉強になるってフェイスブックでコメントあったから、何話したんかちょっと気になってよ。先週俺が休んだ時。うん、わかる、うん、俺あっち座ってたもんあ、幻こっち座ったか。いや空いてなかったこっちだけ、そっちしか。先週なんだろう、全然覚えてない。覚えてないからまあいいやあ、そうそう、この上原正子の話、ちょっといい話していい？ちょっと会社で問題があって、はい、なんか翌月にこの5000万なんか払わんといけんかったらしい、はい、だけどでもちろんもう普通に、計算上はもうそんだけのお金ある計算が、蓋開けたら何もなくてから、はってから、えこれまで積み立てたやつだったかないって言ったって、はって言って、もう全然わからない状態でどうするかってなった時に、もう社長、その時の社長はどうもできんから、分かりましたと、もうなんとかしますって、引き受けたわけさ。で、まあ、結論から言ったら半年で5000万作って返済したわけよ、この23店舗で。その時3店舗か4店舗しかない。へで何したかっていうと、もうとりあえずもう今のアルバイトの子たちやっとえないから、もうごめんだけど、もう事情も悩んだ結果、もう実はこうこうこうでって言って、もう再生するためにはこういうことせんといかんって、もうバンと打って、でもう覚悟しちゃって、多分これいったら辞めるはずと、従業員は。でしたら全員辞めなかったわけ、むしろ怒ったぐらい、社長やりましょうよみたいな感じで、何言ってるんですかっつって、分かったやってくれればみたいな感じ で、ただアルバイトの子たちはもう辞めさせないといけないから、人件費で。だけどこの商品の仕入れはせんといかんさ、うん、その仕入れるこれもないわけさ、玉が、現玉が、もうどうするかっつって、そしたらこの上原さんのすごいところは、2年間が得があるからさ、実はもう説明全部拡散で、
行ったわけ、実はこうこうこうでこうですと。そしたら上田さんっつって1年待つよってわけ。えっつって1年間はずっと商品下ろすから、その時で返せる時から返してって言ってるわけ。どの業者もえっなんでですかって聞いたわけで、上田さん、もうお金がない辛さ知ってるから、例えば普通ね、締めてから翌月の28日払いとかやるさね、うんうん、で上田さん別にそんなルールないけど自分の中で10日前に払うっていうルールがあったって。で払えるもっと早く、その2年間やって、でその業者さんたちが実は上田さんのこのやり方でどんだけ救われたかわからんと、うん、今こそ恩返ししたいって言ってから全部の仕入れいいから下ろしとったわけよ。すごいね。もうだからもうなんつうの、なんつうの、人柄だわけさ。もう本当にマンパワーすごくて、俺はもう能力ないけど、もうこうできることしかやらんよみたいな感じで。だから上原正彦って好きな人たくさんいるわけさ。そんな感じで、で従業員が半年で5000万作ったから、従業員がめちゃめちゃ自信ついて、あ、終わった、やればできるやしっつって、そっからもう一気に店舗がパッて広がって、へー、もう従業員に自信がついてるから、そっからまあだから要はこのピンチから死に逆に伸びてしまって。これ半年の5000万っていうのは何、利益で、売り上げで、一応利益だったはず。利益で5000って言ったらでかいね、すごいね。もうこれ返しとったわけよ。だけどもう嬉しくてからさ、もう従業員にボーナス借りたから銀行が100万借りたって、あ200万か、その分赤字になったって余計なことしてからやらんかったらもう黒字でなんかね、いい感じでやったけど、最後は一応この借りた分綺麗に赤字だったってこういうミスもやらかすから、もうデイジー大好き。でもこの5000万をピザーラの3店舗でやったんでしょ。3か4で、もうその代わりも従業員はもうバイトはカットでしょ。カットで、で、もう不眠不休、もう店舗に寝泊まりとかしてから全部社員が回すわけさ。で、で分かってたから、やった休めって言ったら、またここは面白くて従業員がぶち切れるわけよ。社長こそ休んでくださいよっつってから社長が休んでてくださいってから言われてみたいねだからね、もうこんな感じで今上原正彦のファンが多いわけさ。もうしかものんべえで酔っ払ってからしょっちゅう記憶なくすよ。でもやっぱりこのやるとこは閉まってるとこ閉まってるし、えばってないけど舐められてるようなことはしないし、もうだから上原正彦のファンがね、ギヌワン多くて、ちょっと体調崩して1週間フェイスブック投稿しなかったら、ヌーガ正彦ヌーガヌーガってか、みんなが心配するわけさあっちこっちから、なんでか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 っつって、で一番中に野添さんっていう人から、野添、上原正彦なんでかってか、向こうに電話がチャンナリするって時は、たかだか1週間フェイスブック投稿しなかっただけで、こんだけでもね、いかにこの愛されてる人か、店舗とジャパンの社長よ、ヒーローだね、ヒーロー。で、宜野湾市の飲食業組合も県から頼まれて、もうやっぱね、有名人だから、ちょっと上原さんこれやってくれんかと、2年猶予あげるから2年なんとか宜野湾市のなんか自然消滅したって、あ、組合が、そう、うん、飲食業組合したから、2年かけて何のか復活したしてほしいって言われて、で結構いい意味でタンチャーだから、あ、2年無理って3ヶ月でやるよっつってから、3ヶ月で本当に 100ぐらいバッと集めてから飲食業組合すぐ復活させたっけ昨日の今代表理、そこの理事長やってんだけど、飲食業組合の、ほとんどボランティアだけど、そういうね、組合って、もうこんな人もうとっぽります。もう本当にね、でもお酒飲んで安心ブーってながら、本当にこの人社長かってぐらいこのなるわけさ。もう昨日も楽しくて楽しくて、でも真面目な話もできるし、政治の話もできるし、あそこの話もするし。おいくつぐらいの方なんですか。55ぐらいだはず、まだ若い若い若い、うん、この人、もう23年目か、23期目、あ、会社が、そう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 、アルバイトから社長になったんだよこの人、ピザーラの。でも一応自分も高3の時に半年間ピザーラでバイトしてて、からまあある程度この仕入れとかそんなの分かるんですけど、あれは多分もう儲かることしかないと思う。あ、まあ、いい仕組みってこと。例えば10キロ1000円で仕入れたものを500グラム700円ぐらいで売るみたいな。ああ、もう本当の粉もん商売だ。まあまあ分かりやすく言ったらそんな感じ。要は利益率が高いってこと。もう半端なく。マジか。だからみんなピザ注文したことあると思うけど、うんうん、あれ1枚
何百円もしないですよ原価、うん、あそうなの、うん、もしかして箱が高いとか、まあね、箱はちょっと自分は、うん、扱ったことないから分からんけど多分あの高3の時にこれ1枚いくらだばって言ったら、うん、はこんだけなぐらいだったから100、うん、何十円とかそのぐらいですよ。あマジか、うん、あじゃあ超利益率いいね、うんまあ、だからほとんどは人件費なんだねじゃあね消えるのはね、うん、だから結局これはデリバリーで、うん、デリバリーするから金額がそこに人がいるから金額が上がるじゃないですか、うん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 、決して安くないもんねあのピザね、うんピザーラの美味しいよねでもね、うん、ピザーラが一番うまい、ね、美味しいねピザーラ、ね、デリバリーだったデリバリーだったら一番美味しいと思う、うん、あいいわいや気になるななんかやらかしただろ美味しくないところのやつも言おうかなとレモネードストップレモネードストップレモネードストップレモネード好き、うん、はい竹崎さんと初江さんはいこんにちははいちょっとこれ結構拾わないからピンポイントで喋ってくださいねはいマイク自分に向けて竹崎さん自己紹介をはい国井ギノワンです何で国井ギノワンジョニーギノワンジョニーギノワンみたいにちょっぴり知り合いですあそうなのジョニーさんすごうーんちょっぴりってどれぐらいちょっぴりご本人とじゃなくてジョニーさんのお母さんと妹さんとあそっちが知り合いなんだ お会いしたことはありますあ、うん、あ上原さんとはある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 上原さんとは、うん、はいもう、うん、ただただやり取りしてるメッセージで、うん、あそうなのどんなやり取りしてんのそれは言えない、なんでよなんでよ普通に言えるだろえ初江さんは会ったことあるえあ会ってる、ね、会ったことはい、はい、事務所で会ったことあります、はい、あの書道の先生ですよねそう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 、はい、世界一ですあのゴルバチョフのそうそうゴルバチョフに文字書いた人うん知ってます知ってますゴルバチョフともう一人いたでよ有名な人ねクリントンですブッシュブッシュ、ブッシュすごくないあんな要人に普通の人が会えないでしょあブッシュ大統領とは会ってはいませんあ、うん、あの作品書いてあの送っただけですあ頼まれたんでしょでもブッシュに頼まれませんでした勝手に送ったんですああ勝手に送ったんだ、うん、そしたらあの感謝状がすごいブッシュからどんな人よありがとうみたいな感じで、すごいなんて書いた送ったんですかジョージ・ワーカー・ブッシュって漢字で書きまして掛け軸にであのお手紙にはあのいろいろ沖縄ではあのマリンとかいろんな兵隊さんたちが事件を起こしますけど、うん、私の前では礼儀正しいいい子たちですよみたいなでこの子たちが家に帰れるといいですねみたいなことを書いたんですね、うん、そしたら自分とローラも奥さんですね、うん、自分とローラもそう思うみたいな感じで、うん、あのお返事が来て、これちゃんとブッシュって書いてました送るのは、うん、住所どんなやつ調べたんですか、うん、ホワイトハウスにいやいや送るのはあのここの領事館、うん、領事館にあの領事を知ってる方がいらっしゃったのでそこに持って行きましたそこに持って行ってそこからペンタゴンに行ったそうです、うん違います違いますそこからあの東京の大使館に行ったんです大使館に行って大使館からペンタゴンに行ってペンタゴンからホワイトハウスに何しようやでもちゃんと送るっていうのがすごいだからよ、うんいやでもまさかどこでなくなってもいいと思ったんですまあねでよ ね,、うんうんうん、ね届かんのがもう普通だよね、うんうんうん、まあ無事に届いたんでしょうねそれでまた感謝状が来る、うん、だからよ、うん、すごいくないですか、うん、でなんか、うん、なんか竹内さんなんかなんでこんな人と繋がるのって自分でびっくりするってよいやなんかもうその時ちょっとあの書いた時は基地の中でなんかちょっとひどい写真見たんですよ、うんなんかそれでちょっともう私が戦争反対って言っても仕方がないので、うん、なのそれであのちょっとお手紙書いたんですね、うんうん、できればこの兵隊さんとか皆さんもお家に帰ちゃんと帰れたらいいなみたいなところで、うんうん、それで優しい心の持ち主ですねいやいやそうなんか、うん、今あのレモネード付きの心が現れてます今いや俺だったら多分死ねとかもうボロクソ書くはずね批判の手紙をねうんいやあのでもその時のあの領事も私がジョージ・ウォーカー・ブッシュって漢字で書いたものを見て、うん、あの彼にはふさわしくない漢字じゃないとかって言ってましたあのちょうどいい漢字を当てたわけね、はい、もう全部どの方のお名前書くときもそうですけど、うん、いい漢字を当てはめますので、うん、情けの、 あの慈愛に満ちた情けの、うん、あの宇宙の王であってほしいみたいなことで書きました字を当ててね、はい、すごい、え
浦さんと長谷さん、うん、美文字カウンセリング受けた？まだ受けてない。ああ、なんか普天間さんのフェイスブック見た時に、はい受けたいと思ったんだけど。もうよ、これやばいよ。受けたいと思ってない。今日武田さん来てるからラッキー。あ、もうちょっとこれはもうね特別、もうちょっと生で今日はねやろうと思って俺今日カバン持ってきたんだけど、俺上原いつきの見てほしいよくさ。もう竹崎さん行く、世の中にはもう嘘つけないのが1個だけあると、うんうん、文字だけは絶対嘘つけないって、うんうん、例えば、うん、上原いつきを縦に書いたら、うん、上原さんの精神状態は必ず文字で何かしら出る、でもう最初が怖いわけよ、うーんつってすいません言っていいですかって言うわけ、って何何っつってで言うさ、もうくさくさくさって割ってるわけさ、うん、なんでここば、ここ絶対バレんだろうっていうところもバレるわけよ。あ、そう。ちょっと見てもらう。今後で、やろうね。今ラジオ終わりよ、ラジオ終わり。生で行く、生で。ああ公開、そうそう、公開、公開。一応、普段も1万2000の1回なんだけど、うん、で、1回フォローアップがついてるから、1回やって、そういうふうに名前書いてきて、で、2回目は無料で見てくれるので、で、本当に、あ、だいぶもう、地に足ついてきましたね、メンタル整ってきましたねって言って、見てくれるので、自分はもう2回目来ないで終わったわけ。すごい。で、やっぱ、だいぶ整って、だいぶ地に足がもうつきつつありますよと。自分のことはさておいて、そう、もうやっぱり、ね、もう字に出るからもう見えるから仕方がないって、なんでわかるんですかって言ったら、それがわからないんですよって言うけど、なんでわかるかはわからんって、でもわかるって過眠中だ、いや違うと思うけど、まあ、とりあえずね、もう精神の状態はもう自分の名前を書いたら、うん、で紙に1枚紙を剥くされたすから、うんうん、どこに書いてもいい、とにかく縦に書けばいいって言って、うん、後でやる、あ、自分で自分の名前を書く、そうそうそう、で書いたのを言ってくれた、サイズも大きさも任せる、小さく書いてもいいし、うん、端っこに書いてもいいし、真ん中に書きたかったら右上左上、うん、本当にその時思った通りに、うん、どんなして取り繕ってもバレるよ、うん、大丈夫、ふてまさん丸裸か、デイジーでよ、もうここ絶対バレんとこなのになんでわかるばって言って見てたわけみたいな感じだからよ、もう本当にで一応言っていいですかって、もう本当に正直に言ってください、うん、じゃあ言いますよって言って、うんうんうん、もう本当に細かいところから字のなんで分かったんです、いや字こここうなってでしょ、これはそれを表してるんですっつって、え、何これ、いつどこの女とやったとかも割れるの同じこと言おうとしたそれに近い感じでなんかやましいことありますって言われるはず、例えばやましいことしかなかったらどうかこれ例えば昨日の夜奥さんと喧嘩したとか、そういうことはちょっと分からない、具体的には分からんけどそのなんか心のブレてるところは分かるわけ、なんでかわんけど、一応今こうやって今ちょっとそう言って何かにビビってますけどっていうのが出てここに出てますねとか、でそのビビってのは自分で分かるさ、このだからえっつってこっち堂々と振る舞ってるのにバレるわみたいな、ぜひ見てもらいたい後で、うん、後でやろうね、こっそりレモネードにつきの、でもこれだからいろんな心を修正できるから、だから心がちゃんとブレてなかったら字に出るから、もう見た瞬間あ大丈夫ですと終わり、そうだ、ほらまあ普天間さんがなんか顧問かなんかやってるとこあるさ、顧問なんかなんだあっち女村のあれあれもぬけたあれ、あ、文字ね、そう早もう早々と違うってから、あ、違かった、違うのは違ってた、じゃあ人もほらなんか見る人さ、うん、でなんかキャンペーンとかやっててさ、うん、だから面白そうだから見てっつって、うん、申し込みして、で結局タイミングが合わんかったから見てもらえなかったんだけど、うん、たまたまズミ食堂だってから川口先生の、でその時にカイトいるさ、カイトもなんかハマってて、 お願いします見てくださいみたいな感じで、で あんたこうだねああだねとかっていろいろ言われてて、うわーすごいなんでわかるのとかって言ってから、おい早く俺も見てもらいたいなと思って、カイトの順番があって、だだ俺も見てって言ったら、大丈夫見ないで大丈夫って、ちょっと触ってみたいなだからね、ちょっと触る触ったあんな風にやってって言ったら、あんたはもう触らんでも大丈夫だから私が見ないでも大丈夫、生きていけるよみたいな、10分ぐらい粘ってお願いな、何か一つでもアドバイスちょうだいっつったけど、何もなかった、あダメだった、お金払うよ、今お金払ってもいいよっつったけどダメだった、見てくれなかった、多分この人言っても聞かないんじゃないかなって思って、今日もその可能性あるよ、うん、大丈夫だよもう何ももらえな いだから逆に何か言われたいわけよ、あーそっか上野さん大丈夫じゃないですか、ほらほら大丈夫、その予感って思う、私書こうかな、せっかく書くのにデージミミズみたいな字一応こんなやつなんかわざとらしくやってもバレるわざとらしくやったわけ、こんなしちゃったとしても、うん、もうこれなんかもう無理って、文字だけ嘘つけないって本当に、ポケモンいるの、
鏡と一緒だ、鏡と一緒あ、ポケモン今、ポケモン GO やってんの。なんか変なメガネ、なんかやってない。え、ポケモン GO ってメガネ使うの。わかんない。いや、もう、多分、あれでポケモンじゃないでしょ。違うそう、この、まあ、ポケモン GO よ、うん、うん、さっきの上原正彦、速攻始めてるわけさ、うん、でも経営者だから、うん、どこで利益得てるのかって調べるためにやるわけよ、うんうんうん、これのこの、だってああなるほど、こんな仕組みになってんだねっつってね。やっぱこの本当にいい経営者は流行りもんすぐ飛びつきますよ、うん、すぐ調べる、なんで入ってるかってか、どこで利益得てるかみたいな感じで、うん、もう自分はちょっとやってないんだけど、ウソやってる。もちろんさ、さすがマジでもうその日よ、その日さすがもう仕組みよかった。この流行ってる意味とか、あの、そもそもポケモン知らないからやってない、うん、あのダウンロードして、ダウンロードしたんだ。最初はなんかこうみんなの見よう見まねで、うん、でやってたんだけど、うん、なんかポケモンわからんから全然面白くなくて、あ、でうちの周りあの砂部の方、うん、もう外人が朝から晩から夜中までみんなもうやってるんだ。やっぱりポケモンガーウとか言いながらやってるわけ。マジでマジでやっぱやってるんだ。俺まだやってるのを見てないわけさ。あっちこっちやってるよって聞くけど、やってるんだ。マジでやってる人、車で引きそうになったもん。マジで、うん、引けばよかったの。なんでよいや青よ、でこっちも青だから左左折するじゃねえし、渡ってくるでしょ。でこの人が自分に気づいたし、で自分も止まったんだけど、この人車に向かって歩いてくるわけ。あー、見ないから、見てないから、もう少し引くところだった。あー、引けばよかった、うん、だからでも今日こっち来るときに車の中で、今日たまたまインターハイ の、 あの高校生たち、うん、インターハイ全国大会が、あ、もう始まってるんか、うん、今日から、昨日から、昨日開会式、ね、明後日ぐらいからか、昨日明日ぐらいからか、あ、昨日からか、で空港、昨日が開会式だぞ。で空港送りに行って、でその帰り同じ空手の道場の子とこう車乗ってきて、なんかポケモン GO の話になって、でそしたらなんかあのこの彼女が行ってる大学の留大の教授が、まずはどんなものかと、授業にどういうふうに影響するのかって言って、早速ダウンロードしてこの教授やったらしい。そして一言、うーん、授業では使えない以上みたいな。うーん、なんかやっぱそういうのってね、取り入れる人は早く取り入れてってるのかもしれないね。やっぱね、このただやる人とその、ね、調べる人がいるっていうのがちょっとすごいよね、この仕組みとかをさ。なんか流行ってるから、うん、何が流行ってるんだろうとかっていう感じでダウンロードして開いてやるんだけど、うん、もうポケモンも知らないし、うん、楽しくないし、そもそも楽しくないから何に使えるのかがわからんからって言って、もう全然やってないです。あのこれを知る時間がもったいない。ああ、そうかね、もう上田さんの場合ね、この場合はね、いらないいらない、うんって思って。何してるかってやっぱ面白いんだぜね。俺ポケモン知ってるから、でも俺ちょっ と、 怖いからやらんってなるんだけど、俺定時ハマるタイプだからさ。あれ歩かないとダメなの。要はあの 歩いて探すゲームだから、うん、そう、歩かないとダメなんですよ、うん、でも引きこもりの人が外に出るかもしれないですよね。ああ、うん、まあ家の中限界があるからね、うんうん、それやってました、やってました、うん、実際引きこもりの人がこう外に出る影響もある、うん、あ、まあね、もちろんデメリットもあるけど、うん、メリットも一応あるからね、うん、でも多分そんなやつが外出たら引かれるんじゃない、うん昨日それだ。多分引きこもりだんですよ。かあの道の歩き方忘れてたんだよ。そうそうそう、久しぶりに出たから、そうそう、出たのはいいけどさ。そうそうそう、ああ、だって車に向かって歩いてきたんだ。うん、ポケモン GO しながら引かれるやつはうつ、あれだよ、引きこもりだ。だね。ちょっとあの歩き方教室からやろうかな。ね、まず道の歩き方から。ウォーキングからね。うん。やった方がいいよ。じゃあちょっとお早速あいく上原いつきの G みたいので、ちょっと準備するか、うん、一回 CM 行こうね。はいはい、一回 CM 行きまーす。はーい、筆ペンで書いた方が見やすいから。どうかな、公開ってちょうどうち、あの自分来週、再来週か、お店オープンするんですけど、うん、名前、あ、じゃあ後で聞く。何のお店？花屋さん？マッサージ。それでもいいから、あの、どこに書いてもとりあえず縦に感じで真ん中で、え、上原いつき、縦にね、名前を決めたばっかりなんですよ。名前を決めたばっかりなんですよ。でもまだ今だにここからここかなって、うん、おお、いいね、またもう、なんか来てもない感じで、竹さん、また赤ペン持ってくるか、もう公開セッションで、もう、本当に1万20秒前に、はい。ワクワク。ワクワクが止まんねえぜ。さ
さあ今からですね上原いつきのね公開美文字カウンセリングをですね、竹崎さんにやってもらいましょう。竹崎さん本当にあの言っちゃっていいのでいいですか、はい、全部言ってください。もう、うん、でも上原さんこの紙の真ん中に中央に書いて、うんうん、しかもいっぱいいっぱい書いてるじゃないですか、この紙、はい、あのこの紙でしたらこのぐらいに書く方もいらっしゃるんですよ。考えられない。隅っこにね、ここに書く方もいらっしゃる。左隅ちっちゃくね、うん、で端っこに遠慮しながらこの小さくこのこういうふうに書く方もいます、うん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 、だからいろんなタイプがいますけど真ん中にドドーンと大きく上原たつき、うんうん、それをいつき、いいと思います。お、うんうん、だからやっぱり世の中心になる方ですよね。もうちょっとけなしてもらっていいですか。そっちの方がまだ燃えてくれてあのちょっとあのフラットに全部なってますよね。あの上がってる風に書いてますけど、線として上げるんだったらこういう風に上がっていくわけですよ、うん、でこう綺麗にまっすぐなってるわけですね、はい、そしたら現状維持、現状維持、うん、だから上がっていくには少しもう少しちょっと右上がりにせいながら、うん、なるほどなるほど、うん、今のまま ここちょっと上がってないですか。離れてますよね。あ、うん、ここも引っ付けますね。お、うん、でこの最初の上原のこの縦棒が肝心なんですけど、これがちょっと斜めにごよりって、これ正確ですかね、うん、あのちょっと歪んでるっていびつって、いや歪んでるっていうよりも少しねこれをまっすぐするともう少しいい感じになると思います、うん、でこの辺も思い切りがあって大きさとかすごくいいと思うんですよ。このバランスも一緒ですし、はい、この辺も全部バランスが合ってますよね、うん、そうなんですけどフラットになってるってところでちょっとこの、 あの下のお名前のこのあたりですね、この辺もちょっと整えていくともっともっと伸びていくいいんじゃないでしょうか。これどんなやつ整うんですか。もうあの本当にこう今みたいにその俺も言われた通りにちょっと気持ちいい、うん、右上にあぐように書いてるわけさ、普天間ストーンも。あ、名前を書くときに書くとき、そうだから自分の名前を毎回ちょっとなんですかね、うん、気持ちを込めて書くっていうことをする。あ、それと、うん、あのもう本当にまっすぐなんですよね、はい、霊所的になんかこれを少し上げていくともう少しこうあなんていうか向上心じゃないですけど、まあ、今もあると思うんですよ。もっと伸びるよっていう、うん、そうですね、うん、そんな感じ。うん、自分も実はあの自分の思いも本当に真っ平だったわけだから進まないんだよって言われただからかってもうありえんぐらいよ、横すぎてから、うん、あのこの辺とか普天間さんのはあのなんていうんですかね、あの全部文字がこの流れてブヨブヨンって感じで流れてしまって、そうそうそう、なんかでも上原さんの場合は結構シャキシャキはしてるんですけど、この辺たりもちょっとこうですね、うん、でこの縦棒をちゃんとまっすぐにするとかで、これをちょっと上げていく、それで全部随分変わっていくと思います、まあ、触りですのでね、はい、皆さんにあの普段はあのマンツーマンでやりますので、そうそうそう、多分マンツーマンだったら、うん、行っていいですかっていう、もう際どいとこまで来るからさ、なるほど、デージもドキッとするよ、うん、バレたっつってから、うん、今上原さんのあれは、まあ、触りでこんな感じで、はい、うん、ありがとうございます、うん、でもあの大きくこの紙いっぱいいっぱいに書かれたってところはすごくいいことだと思います。いや、あのこれが邪魔だったからもっと上から大きく書かれたなるほど、ちょっとずらしてもよかったけどね、うん、でも本当あの本当にこのぐらいにちっこく書く方もいらっしゃるんですよ、ね、あのやっぱ病んでる人はデージチーチーチャイって、あ、病んでるというか、うん、でもそれは分かる、うん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 、やっぱそのね、もう字に出る、字にも出るっていうのかな、うん、自信のなさとか、うんうんうん、そういうのでしょうね、あの中にはすごくあのすごくおおらかな大きな方がいてもうはみ出るんですね。あ、もう紙からもはみ出る、うん、はみ出る、なんか私の手に触れないように書いてくださいって感じで、うん、ここを押さえてつかないようにってことで書かれる方、うん、うん、海外で展開してる方とか結構そういう大きく書く方多いです、ね、うん、あ、うん、でもこの美文字カウンセリング俺初めて見てこれ多分竹崎さん以外にできる人っていうかやってる人なんかいないよね多分ね。
皆さん先生方見たら分かると思うんですよ。大体分かってるけど、まあ、それがなんか仕事になるとは思ってないのかな、うんうん、であのお母さんたちがちっちゃい子連れてきて、うん、この子こんな子ですよとかって連れてくるじゃないですか、うん、もう全然違ったりしますね、もう言ってるのと字見たら、うん、この子こんな子じゃなくてこんなっていうね、だからあのバランスもすごくいいんですよ全部の。だからそれでちょっと持ってるんじゃないですかね。なんかこれすがるような目つき。何それ。あ、じゃあ一応もう感想を、うん、あのフラットにじゃなくて少し上げて、ちょっと上げてね、わ、うんうん、かりました、うん、はい、現状維持っていう言葉にちょっとピクンとしなかった意味がわからんかった。あ、現状維持ってあの今のまんまでいいってところなわけですね、はい、これからどんどん発展していくわけじゃないですか。あ、うん、でも今と同じ状態でもういいみたいな、あっていうのが出てるってことですか、うんうん、発展はいいよみたいな。発展はいいよこれまたまた面白いね。頑固ってこと。いやいや頑固っていうか、うん、逆に頑固じゃないんじゃないんですか。あのあ、多分超柔軟性あるよ、でも、うんうん、すぐあのやる、うん、やめたっていうからすぐパパパッとこうやるから、うん、これで OK さみたいな、まあ、これが今の、うん、今のところですね、うんうん、で中心もすごく取れてますから、うん、めっちゃいいと思います。上原さん、はい、ありがとうございます、うん、ちょっと意識して名前書くようになって、でまたちょっと、うん、だいたい2週間か3週間置いた方がいいです、うん、してみたら、あ、前よりここがよく、ここは言われたところがよくなってますねみたいな。上原さん上手ですよそもそも、うん、なんですか、だからね思った、うん、ショートやってたの、うんうん、上手、綺麗、上手、うん、丁寧、あんまり綺麗にかけてない方だ、うん、この辺りとかパシッてこう行くじゃないですか、はい、行き当たりばったりになってしまうわけですよ。あ、そのままのだ、うん、まさにまさに当たった、計画できない、あのこのね実会に2回ぐらいはいい感じで行ったりもするんですけど、はい、毎度毎度いい感じに行くにはこうどこに行くって決めていけばいいわけです、うんうんうん、ほうほうほう、こんな感じ、うん、うん、だからパシッてするとどこに行くかわからないってところですよね。あ、じゃあ距離を決めておくってことですか、うん、あの距離っていうかどこに行くかっていうのを自分で決めていけばどんな風でもいいわけですね。わ、うんうん、からないどこに行くかわからない、まあ、とりあえずもう名前をねちょっと意識して書くっていうのをちょっと今日から今から始めてもらって、うん、でもこれもいいですよね、伏せでこうして上がっていって、うん、おお、綺麗、うん、上さんもう少しちょっとはちゃめちゃに乱暴に書くかなと思ってたら結構整ってます、ね、おお、うん、そうね、うん、はちゃめちゃに言ってもね納得の感じだけどね、うん、結構あのなんかねしっかり、まあ、根は優しいんだ、うん、そんな自衛それは人に言ってもらえ自分で言うな、自分で言うな、じゃあ、 あの人に言ってもらえって言うけど俺の優しさ知ってる人いないから、あ、自分で言わないといけない、そっか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 、だけどその根は、根も分かります、彼の根、ね、心の根の部分から、うんうん、優しいですよね、あ、うん、言われたら照れるよねどの辺なんだろうみたいな、あ、うんうん、あのバランスが綺麗に整ってますので、うん、人との間の感覚とか長距離開けますよ、うん、開いてます特に嫌いな人にだからね、もうデイジだよね、あ、そうです、あ、こっちが綺麗だよ、こっちが、リツキ、ここが気になる、なんか、あ、ここも同じなんですよ、上原の曲がり角とここと、あ、うん、に一緒ですね、このこうこう跳ね上げるところに関してはこうやって釣り針のようにこうして、うん、こういう感じで持っていきますね。だから直すとしたらこのこの辺ですね、こことこっち、こっち、キュッと、うん、うん、それを直すと。いいと思います。もうあとはもう、や、上原さんやってのお楽しみでは、ちょっとこれが名前書くとき、これ教えてもらって、しばらく自分の名前練習したからね、わかりました、はい、これをまっすぐ使って、まあ、うん、でも本当綺麗にこうなしたらまっすぐね、いいと思います、はい、以上、はい、上原いつきの公開美文字カウンセリングでした、ありがとうございます、お疲れです、なんでよ上原さんね、なんかあまり直しようがないぐらいなんか上手に書かれるみたいな、うん、素直な文字って感じですよね、うんうん、
よかった素直で思いっきりもありますし、うん、これちょっとねもうちょっと何も言われんでも大きく真ん中に書いてた、うん、ガッツリドーンと、うん、俺より大きいな、俺暗証大きく書かったな、いや逆にちょっとちっちゃいけど、だから これが邪魔だったから、うんうんうん、もっと大きく行きたい、やっぱり本当に世界に行くんだよ、世界の五木だよ、うん、いやあんま目立ちたくないそうなの？どこに書いてほしいとか言わなかったじゃないですか、はい、うん、だから どういうふうに書くかはもうその人次第で、そうそう、それは何人でもそうなんだけど、うん、もう真ん中取らないと嫌なんですよ、中心に自己中だから、うん、もう中心にいないと嫌なんですよ、うん、だからなんか書いてとか言ってなんかほら寄せ書きとか回ってくるじゃないですか、うんうんうん、みんななんかこう この辺とかからこう埋めていくじゃないですか、うん、渡されたらまず真ん中にさすが、じゃあみんながこう順番的に書いてるのに真ん中に書いてる、うん、じゃあ何かのやっぱ中心になる方だと思いますよ、うんうん、何の中心ですか、わからない、何かな医療だよ、医療新しい、うん、それはないな、うん、何だろう、うん、楽しみですね、うんうん、よかった、でも上原さんにいろいろ体の相談とかしてるんです、うん、あ健康相談ね、そうそうそう、なるほどね、うんうん、いや、しかよ、これパッとさ、見てからね、なんか健康が得意そうに見えないけどね、不健康だからね、健康ってそもそも自分が健康だと思ったら健康だから、あー、そっかそっか、うんうんうん、だから太ってようが何しようが、俺は健康だからって毎日思ってるし、うんうん、で、最近一応ウォーキングとかもしてるから、おー、マジで？より健康だな、あー、うん、またよ、なんつうの、もう薬の知識とかさ、化粧品の知識とか、うんうん、デイジ知ってるよ、もう知らない知らない、知ってるさ、もう成分の名前とかは知らないですよ、薬剤師じゃないから、なんかそのなんか化粧品の仕組みとかさ、原価率とかも全部なんかでも、いやそれは女の人とかだったらみんな知ってるんじゃない、こういうね、知ってますよね、うん、うん、あ、知ってるもん、大体まあまあ、こういうジャンルに生きてる人は、うん、あ、そこそこ、初江さんもそっちのジャンルで生きてるもんね、うんうんうん、そう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 、お店の名前いつきにします？いつきこの漢字使っていいっすよみたいな、私このいつきっていう漢字で読谷にキキって、あ、ね、なんかこの前写真写メ送ってきました、お菓子御殿の読谷の1号店、あそこにキキってお店が大きな看板であるんですけど、あれを書きました、このいつきいつきって書いて、これ同じ感じです、うん、名前もつけるんですか、ん、名付けもするんですか、名付け、いや外人の名前を、漢字に直すことはよくやりましたけど、名付け親になったことはないです、わ、うん、かりました、うん、はい、赤ちゃんが生まれたら、赤ちゃんが生まれることはないですね、うん、あ、そうですか、はい、子供はいらないんで、それちょっと時間はね、まあ、このまあ、うがなびらでできるかぎり、じゃあ初江さんもちょっと書いてみて、うん、あ、でも、なんか自分最初書くときに、うん、このイメージしてたのがこれだから、うん、ちょっとびっくりはしてる、え、どういうこと、どういうこと、自分も真ん中にバンって書く、ああ、同じってことね、うんうんうん、はい、じゃあその間自分が歌でも歌っときますね何歌ウルトラマンもうやめてよ、ウルトラマンやめてよだからね、あれフルでやがて流そうしたからね、あ、これ外して上のやつやってもいいですよ、あ、これに書いていいの、うん、そのまま これでいいんですよね、そうそうそう、好きなとこに量もどうぞ好きなように喋っててくださいガムミしよう、ね、なんやりにくくするかなんでよ、なんでよ、竹崎伝説とかある、え、自分これはね、だ、金城光雄さんから聞いたんだけど、あの竹崎さんの人、竹崎さん高速道路乗って家帰ってきたら高速のチケット持ってることがある、あ、なんか聞いたことあるあるでしょ、じゃあ高速じゃなくて内地に行ったとき東京の電車とか乗るのにチケットいるじゃないですか、はいはい、あ、切符ってこと、切符あれがあるんですよ、余って余るんですよ、いや、余らないから、余らないからいや、入れないと昔は出れないからいや、いつも2つとか持って帰ってきて余ってたんで、
なんでかなと思ってたんですね。娘たちにもなんでお母さんこのチケットがあるのって。そしたらよくよく自分の行動を考えて思い起こしてみたら、あの間違ったらいけないからと思って、必ず駅から出るときに駅員さんを呼んで、横手にここをこうして行ったらどこに行きますみたいな必ず聞いてるんですよ。でその時に駅員さんも出てきて丁寧にああですよこうですよって説明していただけるんで、あ、ありがとうございますって言ってそのままチケットを持って出てるわけです。あ、トリックがあったわけですね、だから聞いたらあの中に入れなくてもいいわけですね。吸い込まれないで持ち帰りチケット、キセル乗車、まあもう多分、まあ、形的にはもうキセルになるのかな、分からんけど、あ、キセルとはちょっと違うな、そうね、払ってみるかね、でも自分、このやり方で、本当にさ18の時に大阪出てった時に、もう超貧乏でお金がないから、でも東京に遊びに行くってなって、その先輩が沖縄から大阪、自分のところに来て、でそこから大阪で合流して東京に遊びに行くっていう約束だったけど、全然お金がなくて、どうしようかなと思って、でひらめいたのがこれだったわけ。一番安い切符買って、乗り換えの時に切符なくしましたって、本当になくしたんでお金がないですって、出させてくださいっつって、でこんなんで2000円ぐらいで東京、大阪から東京マジで行けたんだ。行けた。その代わり8時間ぐらいかかったかな。あ、始発で出て夕方ぐらいに着いた。そういう人好き。もう完全にもう、この電車なんだろうっていう電車にいっぱい乗り継いで、で、特急とかそんなのもわからないから、1時間各駅停車の電車に乗って。マジか。それでももう降りて何するか、どこに乗り換えるかとかもわからんから、もういいこのままおとなしくしとこうみたいな。わからんからね。そうそう、でもこのその途中がもう冒険だね、もうね、行く前だからね、本当にね、大冒険さ、結構覚えてる、なんかみんな駅員さんたち親切に出てきてくれて、説明してくれるので、そしたらチケットが余るんですよ。余らんってば、余らんってば、まあ、余るね、余ります。もっともらしいわけに聞こえるけど、余らんってば。え、高速もあるんじゃないですか。あれ、自分が聞いたのは高速でしたよ。高速、高速に乗ったのに家帰ったら高速のチケット持ってたみたいな。これはない。あ、あります。 あるんだ。 ありますね。え、これもあるの。 なくなったと思ったんですよ。だからイベントとかってパフォーマンスやるときに、音楽とか聞いてすごい大きな音を出してこうイメージしてやるので、そしたらこの辺の道を走ってたら信号待ちで止まった時に、あ、なんかファンキーなおばさんみたいな感じで、すごいすごい爆音で爆音なんですか、こうやってるんで、そしたら高速行った方がそのままストレートに行けるじゃないですか。家でやっても音を大きくしてっていうのはあまりご近所迷惑になるんで、高速を走ってって、それでイメージを作るっていうのが結構あるので、その時になくしましたみたいな、ね、そういうのはちょっとあります。なくして、じゃあ最高料金を払ったってこと、はい、高速で。そうです。あ、でも最後まで行きますけどね、だからいいんですけど、チケットはなくしましたみたいな。で見つかって、あれあったみたいな。そうそうそう、え、これ何回もあるの、高速道路のチケット持ち帰ったことが。2回ぐらいです、ね、2回なら十分ですよ。もう多いですよ、もう1回でも多いのに。すげえ。あ、じゃあ、はい、初江さん、じゃあ、ちょっと見てもらって。メカルさん。一回 CM 行った方がいいか、半蔵。そっちの方がいい？あ、どうせ行くので。OK、じゃあ、はい、一回 CM 行ってから、その間の見てもらってて、はい、見てもらってから、ちょっと何喋るか。じゃあ、CM 行きます。はい。メカルさん、すごいです。何がすごいんですか？上原さんよりすごい男っぽいです。男っぽい。上原さんより男っぽいってよ。上原いつきより。え、マジですか？やっぱり心の中は男性のあれが大きいですよね。あ、そうなんです。うん、じゃあ他にも、はい、大丈夫です。さっきので、はい、心構えできてますので。この辺で四角をこう飛び越えてますよね。みんな。ね、そんなんで結構なんていうんですかね、こう
パーって考えたらこのガッとすぐ動くっていうかそうなんですけど、最後の締めっていうかそのあたりがあれみたいなそう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 多いので多いはいはい、はい、何を言いますか。いい今ここがなびはエンディングですけどね今メカル初江さんなんと上原いつきより男っぽい男らしい男っぽい、すみません、要はなんつうのその、最後の締めが爪が甘いってこと今の話は、うん、爪がっていうか、うん、最初のもう打ち出しからもう勢いでこうピシピシとこういきますので、うんうん、あの上原さんのどうにかするとフラットなおとなしいこのね、うん、そうじゃなくて、うん、ボンボン上がってはいってるわけですよ、うん、全部右上がりにこうして、うん、いってる小さい時からこんな感じですね、うん、でも山水とかもこう全然気にしてないんですよあの形とか、うん、そういう、うん、とかもうこの辺りもこうしてバシッとこう来てますし、うんうん、最後の締めも投げてますよね投げてる投げないでよ人生投げないでよ、うん、だからすごく思い切りがあっていいんですよ、うんうん、すごい思い切りがあるんですけどあの計画したことがどこに行くんでしょうみたいなところもあるわけですね。だからこれをもう少しこうやって整えてこういうふうに持っていったりとかこの鋭くこうしてるところを少し丸みを持たすとかそういうふうにするとちょっとあのまあ多少なりとも人との関わりとか、うん、そういうのもまた違ってくると思います、うんねうん、メカルさんのこれは草冠は離れてます離れて旧感じに、うん、だからそういうここもこうして落としてますよね全部、うんうん、でこの金編と名前があるときには編と作りというのはこの、うんあの辺の方が小さく作りが少し大きめにならないといけないんですね。あそうなんですね、うんうん、なんかこの辺りはそれができてますよちゃんときれいに、うんうん、でもここがまたシャープにこうしてなってますのでここを少し丸めにこうしていくんですね。ちょっときついってことです、ね、すいません合ってる合ってるデージャってるよ。デージャってます。単刀直入にいきましょうあのその方がね本人も助かるので。いやいやいや本当にこのやってるとなぜか内面変わってくるから、うん、自分の名前を意識して書くっていう、うん、字を見てあげてっていう表現するんですよ、ね、みんな適当に名前書くから、うん、なんて自分の一文なので一文字一文字を見てあげる。自分の名前を皆さん知ってますので、うん、だから無意識に書かれてるわけですよね、うん、でメカルさんのここもこう結構投げてますよね。こう適当っていうことですよね。超適当っていう意味ですよね。じゃなくて思い切りがあるってことですいつきと違って思い切りデージなんかもう思い当たるしかバリバリだから人がよく見てるからいけるでしょ。デージウケる、デージウケる、安心当てる場っていうね、うん、ウケるわ。これをもう少しあの次回はどこに行くかわからないです。行き当たりばったりだ。行き当たりばったりメカル発生はどこ行くかわからん。好きなところに行くようにこうして、ね、確かに行き当たりばったりかもしれない、うん、もうあの本当に実は名前やってで2週間後3週間後で受けに行ってください、うん、で一応どっちかというと、うん、2回目のとこが大事なので、うん、1回目初めてそこで知ったから、うん、そこへ直す、うん、で2回目はもう無料なので、うん、で金編と名前ですよねメカルの、うん、でこれはあの金に押されてるわけですね名前が、うんうん、金の方が大きくなってますので、うん、これはバランスで言うと名の方がもう少し大きくなります。あなるほどですね、うんうん、でここははみ出しすぎる。ちょっともう少しここで収めます。そう丁寧にね意識してすごい大きめに書いて、はい、で口はちゃんと閉じる、ちゃんと閉じるこう口とかっていうのは横締めですね、うん、横締めですね、はい、で目とか火とか中に文字が入るのは縦締めです。ああ、うん、さあじゃあちょっとそろそろあと2分で終わるんですけど、さあじゃあちょっと、まあ、少しねちょっとした導入部分ですけど、じゃあメカルさん受けてみてどうでしたか。美文字カウンセリング軽く多分日本で一人超じゃない。ていうかもう来週再来週からかお店オープンするんですけど、じゃあよかったらそこを整えるチャンスですよ。そうです、ね、うん、今でお店の名前は
だから今もこれも迷ってる。ああ、うん、今いつキスにするか何かにするかっていうところでしょ。そのそこの辺でしょ。いつキスはね、いつキスは漢字使っていいですよ、別の読み方もどうでもいいです。いや、今日はちょっとね、徳志さんがいない今ここうがなびらですけどね、本当にこうなんかお昼にいい感じのね、ふさわしい、ね、もうのんびりふさわしいリズムでした、ね、のんびりね。いやでも徳志さん後からこれ聞いてがチェックしますんで、もうあちょっと違うなと、のんびりしてるなって思います。すみません、徳志さんのいないときに。でもなんか今日時間がとっても長く感じます。なんかゆったりね、ゆったりのんびりしてるからね。ちょっと今日はもうあのリラックスラジオですよ。リラックスラジオですね。何にも追われず、追われずゆったりね、いきましょう。メカさん、このシャープな角、はい、角、角を全て角を、角をどうしたらいいですか。角を、あ、じゃあマイクに、マイクに角を、あ、角を少し丸みを、丸み、角を丸みをみたいなね、女性らしくってことですか。でも今のようにでもバシバシと男性らしくいいかもしれない。男性らしく伊吹さん、伊吹さん練習してます、ね、うん、だからまあこのそこにまたしなやかさも加えるって感じ、うん、強さじゃなくて強靭になるわけですよ、うん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 、強靭って、強くてしなやかなので、うんうん、持続性がありますよ、うん、だからこれでやるともう強靭な目から発生になります、うん、強靭な目から発生、ね、鬼にからぼう。OK。 はい、じゃあ引き続きですね、もう誰にも言わんでよ、細原さんがお休みなのでそのままね、はい、この4名でお送りしていきましょうね、はい、もう繋げてるけどいいのかな、問題ないか。はい、じゃあまた来週5分後違う、また5分後ですから、はい、また5分後ですね、お会いしましょう。まず前半戦、今ここがなびらでした、はい。